クワガタがいっぱいいるって有名な森で、バルさんを焚いたらどうなるかな。煙が出るに決まってんだろうが。あ、うんうん。煙が出て、その後だよ。多分その辺のゴキブリがいなくなると思う。森がなく。ゴキブリがいなくなるのはいいことだけど、本当にそれだけで済むのかな。ダニもいなくなると思う。いやいや、だからさ、バルさんを焚くとさ、なんか大変なことが起きるんじゃない？近所に一つぐらい子供たちがクワガタ取りに行く森だの林だのあるだろ？そこでさ、バルさんを焚くとさ、どうなるかなって話したよ。ぼや騒ぎぐらい起きるんじゃない？ゴキブリがいなくなる。おいおい、お前らもう分かってんだろ？俺の言いたいことはさ。バルさん焚いたらゴキブリが死ぬんだよな。あの生命力が強いゴキが。で、子供たちがクワガタを取りに行く森だから、子供が死んでしまうのでは。分かった。匂いか。兜が出てくるんじゃね？ところで、バルさんって何よ？いやさ、そうじゃなくてさ、バルさんはゴキブリ以外の何か、そう、何かを殺してしまうんじゃないかってことさ。言っておくが、人間の子供じゃないぞ。のみ？ダニ？いやいや、まあ待てよ、落ち着けよ。ほら、バルさんってさ、ゴキブリをも殺してしまう強力な薬剤じゃん。ゴキブリよりも生命力の弱いあれ、ヒントスレタイも殺してしまうんじゃないかって。なんだ、ハエか。いや、森さんは生命力強いだろ。森光子がいるじゃないか。いやいや、森じゃなくてさ、っていうか森じゃなくてさ、とにかく森じゃねえって。カメムシ？しかし森くんは流星のようにメディアから姿を消したよ。おいおい、落ち着けよお前ら。だからさ、ほら、もう分かってんだろ？スレタイにさ、すげえヒントが隠されてんじゃん。一は森さんを大量虐殺するつもりなのか？恐ろしい。さすがにもう分かったよ。野人かなんかが死ぬんだろ？バルさんで人を殺せるということを証明しようというわけだな。文節で区切ってみようか。が、いっぱい、いるって、有名な、森で。わからないぞ。いや、お前ら森から離れろよ。っていうか、別に雑木林でも何でもいいよ。いいか、森から離れろよ。森がないと大変なことになるぞ。森から離れてバルさん焚くわけか。森という人が周りにいないし、森自体も近くにないから離れようがないじゃないか。が、いっぱいいるって有名な森で。なんだ、がのことだったのか。そうじゃないってば。クワガタがいっぱいいる森とか林の中でバルさんを焚くんだって。そうするとどうなるかな。ほら、どうなる？ガか。蝶と同じ種類なんだよね。ガじゃないって。いいか。ほら、もう一回スレタイ読み直せって。クワタがいっぱい？サザンのやつか。やつの殺害予告だったのか。いや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 、だからさ、ゴキブリやノミやダニ以外にも何か死ぬんじゃないかってことよ。ほら、実はもう分かっちゃってんだろ？たくさんじゃなくていっぱいってとこが重要なんだな。いっぱい？いっぱい？おっぱいおっぱい。カブトムシはどこへ行ったのやら。ロシアへ輸出された。ぼや騒ぎになるんじゃ。
いやいや、ほら、よーくスレを読み直せって、何かが死ぬって書いてあるだろ。森さん？あ、わかった。クワガタがいっぱいいるって有名な森で、サンダルを履いたらどうなるかなの打ち間違えだな。足汚れるんじゃない？もしや、一が言いたいことは、バルさんの効果で子供たちの大好きなあの昆虫を殺してしまうということか。かわいそうな蝶々。わかったよ、もうログはいいよ。いいからよーく考えろって。クワガタがいっぱいいる森でバルさんを焚くと、ほら、どうなるよ。煙が出る。目が霞んでよく見えない。ああ、もう、じゃあいいよ。家庭を変えるよ。1、部屋にクワガタがいます。2、その部屋でバルさんを焚きます。3、さあ、どうなる？ほら、どうなるよ。煙が出ます。煙が出る。煙で充満する。煙くて窓を開ける。いや、ほら、煙出るじゃん。その後だよ。その後、どうなる？窓を開けるんだろ。いずれ収まる。クワガタの代わりに部屋には一が入ればいいと思う。思うとか、そういうんじゃないって。いいか？クワガタがいる部屋で、バルさんを焚くと、煙が出て、その後、ほら、どうなる？嬉しいんじゃね？クワガタの餌を買いに行く。修学旅行先の旅館の部屋を思い出す。おいおい、実はお前ら、もう分かっちゃってんだろ？分かっちゃってるけど、あえて言わないだけなんだろ？ほら、言っちゃいなよ。あれがああなるって。あれがああなる。おばあちゃんが淫乱になる。血のつながりのない妹ができる。なんでおばあちゃんとか妹とかが出てくるんだよ。ほら、じゃあもう大ヒントだよ。クワガタがどうにかなるんだって。クワガタが大きくなっちゃった。今バルさんの話してんだよ。クワガタ関係ねえだろ。クワガタ関係なくねえって。クワガタが物語の主人公みたいなもんだって。正直一がわけわからん。ヒステリー？おいおい、いいか、じゃあ超ヒントだぜ。クワガタがバルさんの煙を浴びたらどうなるよ。ほら、これを考えれば答えが出るんじゃね？バルさん臭くならね。浴びせたことない。簡潔にまとめろよ。つまり人間合同1ってことだろ。え、1ってクワガタじゃないの？だからクワガタがほら、すごい悲しい状況になるわけですよ。ほら、もうお分かりでしょ？出ていく？バルさん臭くちゃお嫁にもいけないもんな。だからクワガタがむせて涙が出るとかそういうことだろ。何度言わせれば気が済むんだ。タクト忍術で消える。いいか、クワガタが殺虫作用のあるバルさんを浴びると、ほら、クワガタは虫じゃん。で、バルさんは殺虫剤じゃん。ほら、ほら。そこにドラマがある。そういうことか。バルさんが死ぬ？それだー！いやいや、ほら、あれだよ。なんていうの？ほら、人間も最終的には同じ状況になるんだよ。その状況のことだって。そうなっちゃうんだって。なるほど、石油か。森でバルさん焚いたら環境破壊じゃね。そしたらなんかいろいろ過程踏んで最終的に温暖化すんじゃね。つまりクワガタがいっぱいいるって有名な森でバルさんを焚いたら温暖化で FA。
なあ、お前らなんでそんなに頭いいんだよ。ほら、もう分かってんだろ。クワガタがバルさんによって丸々されちゃうってことがさ。ダニを殺してくれたバルさんにクワガタが3日後、天使の姿で恩返しするんですね。一は虫？俺は虫とかじゃなくてだ。ほら、じゃあ大ヒントだ。1、バルさんは虫を殺してしまう。2、クワガタは虫である。ほら、もうわかっただろ？バルさんは虫を殺してしまう。すげえ。クワガタは虫である。そんなの知ってるし。わかったよ。じゃあさ、カブトムシならどうよ。カブトムシがバルさん浴びたらどうなるよ。死ぬ。死ぬな。間違いなく死ぬよな。死ぬに決まってんだろ。たかが虫がバルさんにかなうかよ。そうだろ？死ぬだろ？じゃあ、クワガタがバルさんを浴びるとどうなる？なんでカブトムシからクワガタの話になるんだよ。論点をすり替えるなって。だからなんでクワガタがバルさん浴びなきゃなんねえんだよ。なんでバルさん浴びるっていう前提条件に文句がつくんだよ。浴びたらどうなるかって話してるんだよ。浴びないとか浴びせないとかはないんだって。バルさん臭くなるっつってんだろうが、ぶっ飛ばすぞ。先にバルさん浴びてこいよみたいな気分になってもいいの？いいか。じゃあさ、もうほぼ答えみたいなヒント出してやるよ。ほら、下の二つの語句を組み合わせてだな。答えを作り出すんだよ。1、クワガタが。2、死ぬ。ほら、もう分かっちゃったやつもいるだろ。クワガタがガーッとなって、1が死ぬ。なんで俺が死ぬんだよ。そうじゃねえって。ほら、クワガタが、ほら、どうなるよ。ガーッとなる。いや、もう俺もさ、ほんと疲れたからさ、そろそろお前らも疲れてきただろ。っていうかもう実は答え薄々感づいてるやつもいるんだろ。ほら、クワガタの命がさ、バルさんの煙でさ、どうなるよ。一度浴びれば寿命が3年、二度浴びれば寿命が6年、三度浴びれば寿命が9年、何度も浴びていつまでも幸せに暮らしましたとさ。もういい。俺は飯を食ってくる。俺が飯を食い終わるまでに答え出しとけよ。答えなんて焦って出すもんじゃない。まだ先は長いんだろ。1はどう見ても工藤新一です。アニメで忙しいのに本当に名探偵ありがとう。なんだって？バーローに工藤なんてキャラはいない。ポケモンクリスタルでガーディってどこにいるかわかんない？35から37番道路、あと8番道路にもいるお。ここはカイロス専門スレです。1が消えて30分が経とうとしています。まさかバルさんで。なんでポケモンの話なんかしてるんだよ。いや、ポケモンの話なんかしてるくらいだからもう答えは出たんだよな。バーロー。バーローの話はもういいよ。いいか、今重要なのはバルさんがクワガタにどんな影響を与えるかってことだよ。ほら、クワガタの命が、ほら、どうなる？体は子供、頭脳は大人になる。なんでクワガタがバーローになるんだよ。バーローが飲んだ薬ってバルさんなのかよ。え、バルさんなの？お前らもうわかってるんだろ？わかっていて認めたくないんだろ？バルさんによってクワガタが、ってのをさ。バルタンになるんだろ。わかってたよ。クワガタはクワガタだよ。お前にどうこう言われる筋合いはねえんだよ。
どうこうとかバルタンとかじゃなくてさ、クワガタも生きてるんだよ。それがさ、バルさんによって、ほら、どうなる？どうなるよ。バルさんの匂いがついて防虫効果を持つんじゃね？いいか、落ち着いて冷静になって考えればすぐわかるはずだ。クワガタとバルさんはお互いに相入れない存在ってことが。つまり？最後は和解する？お前ら俺が食事してる間に何やってたんだよ。クワガタとバルさんについて考えてたんじゃないのかよ。ガーディについて考えてた。わかった。わかったよ。いいか。これはもう最大のヒントだ。クワガタっていう語句と、が死ぬっていう語句を続けて読んでみろ。が死ぬクワガタ？新種か？それだ。いいか、お前ら。俺はもう気づけば3時間近くお前らにクワガタとバルさんの関係を説明し続けてるわけだ。もうそろそろ気づくだろう。クワガタプラスバルさんイコール？ほら。バルさんクワガタ？バルさんクワガタってどんなクワガタだよ。そんな超価格生命体はいいんだよ。バルさんの煙をクワガタが浴びるとどうなるかっつってんの。涙目になる。びっくりする。バルサンクワガタ、日本など東南アジアに生息する。食用にもなり、日本では寿司などに用いられる。バルサンクワガタをサビ抜きでという時代まで来たのか。いいか、バルサンは虫を殺すための薬剤だ。バルサンを虫のいる部屋で炊くと、部屋の中にいる虫が死ぬわけだ。でだ、クワガタがいる部屋でバルサンを炊くと、ヒント、クワガタは虫。とりあえずゴキブリは死ぬよ。ああ、そうだ、ゴキブリは死ぬ。そしてクワガタも、どうなる？クワガタが進化する。クワガタは主人公補正かかるからな。クワガタが進化するとかじゃなくてだ。要はクワガタのいる部屋でバルさんを抱くと、クワガタが死ぬかどうかって聞いてんの。ああ、言っちゃった。さすがにわかっただろ。嫌な顔をする。軽蔑する。いいか、バルさんは虫全般を殺してしまう作用があるんだ。もちろんクワガタも例外じゃない。つまり、クワガタのいる部屋でバルさんを炊くと、煙が出るな。煙が出る。1はバカか。俺か？俺がダメなのか？お前は遺伝子レベルからやり直した方がいいよ。バルさん吸ってくれば治るんじゃね？おいおい、待てよ。お前ら本気で言ってんのかよ。本気と書いてマジ。逆にお前に問う。本気で言っているのか。舐めてますか。まるで俺がこの地球上で生きとし生けるすべてのものの中で最底辺に這いつくばるゴミ野郎みたいじゃないか。そんなことあるわけがない。あるある。それが答えだ。自己解決してよかったな。逮捕前に気づいてよかったな。マジかよ。じゃあ、クワガタがいっぱいいる森でバルさん炊くとどうなるか教えてくれよ。煙が出る。